うん、宝箱か。さて、飛ばすぜ。よろしくお願いします。さて、飛ばすぜ。よろしくお願いします。みんな準備はいい。さーて、飛ばすぜ。よろしくお願いします。お疲れ様。ずいぶんと見違えたじゃないか。それに劣らず見違えた黒うさぎくんに、健康的な雰囲気のピンク髪の子か。なかなか粒ぞろいじゃないか。もちろん彼女も含めてね。こちらテスバのシュバリエ。ラングドック北西には動きなし。代わりに彼らを見かけましたよ。え、どうだったかって。女の子たち3人が可愛すぎて思わず鼻血が。おっと、湿気。これからお迎えに上がりましょう。こいつと一緒にね。町に出るのは初めてだが、帝国では珍しい雰囲気の町だ。へえ、なんかクロスベルにある歓楽街っぽいかも。まあそれに近いだろうな。小劇場にカジノ、高級クラブなんかもある。またまたカイタとテイト、ジュライ方面を結ぶ交通の要衝でしたが、30年前の鉄道開通と同時に小劇場やカジノなども建てられて歓楽街となったみたいですね。そのあたりは仙台開演校の決定が大きかったようです。なるほど。するとこのにぎわいは乗り換え客、もしくは観光客ですか。夜はまた違った客層だがな。昼と夜じゃ全然違う顔を持っている街だ。
こっちがメインストリートだ。昼は大した人出じゃねえがな。やっぱり本番は夜でしょうか。おーん、ますますクロスベルの歓楽街っぽいかも。Thank you.
のワンコロ相変わらずだな。僕の番だな。いいぜ。おばはんって全然若いっていうか美人じゃん。それでいて粋で切符のいい雰囲気もあるというか。こっちは君か。いかにも生意気盛りそうだな。でもどちらもいい表情をされてますね。お袋も水商売で稼いでたし、食うには困らなかったからな。若い連中にしょっちゅうおごってたから、そこまでじゃねえが蓄えもあった。ま、感謝してるぜ。馴染み客に押し付けられたガキを文句も言わず8年も育ててくれてよ。そうか。ってことは引き取られたのは結構小さい頃だったんだ。6年前に亡くなられて、その8年前ということは3つか4つ。はっ、ろくに覚えちゃいないがな。俺に言えるのは、面倒見が良くてどうしようもなくお人よしで、それでいて強い女だったくらいだ。飯まずで途中から俺が代わりに作るようになったのはご愛嬌だがな。そっか。いいお母様だったんですね、本当に。ちなみにお母さんは何が原因で。たちの悪い腫瘍だ。コロッといっちまったな。いつも人の面倒を見てた割には女神も見る目がねえっつうか。ま、つっても巡り合わせだろ。アッシュ。ちっ、だからやめろって。いくらこの町が乾燥気味だからって、そういう地味っぽさはいらねえんだよ。うまいこと言うじゃないか。そういえば峡谷地帯の中心だったな。ですがせっかくですし、少し風を通していかれては。そうね、知り合いの人が掃除はしてくれてるみたいだけど。ああ、そうだな、ちょいとやっておくか。あんたたちに耳寄りな情報があるぜ。よーアッシュ、本当に帰ってきてたんだな。
灰色の騎士様にトールズ第二の坊ちゃん、嬢ちゃんたちもようこそラクウェルへ。さて、飛ばすぜ。よろしくお願いします。強敵か、注意しないとな。強敵発見、警戒してください。
士の勝ちですね。